巨済市は、大韓民国慶尚南道の南海上にある市。韓国で2番目に大きな島である、巨済島を市域としている。造船業が盛んであり、漁業でも知られる。市は、巨済島と付属島嶼から構成される。珍海湾を挟んで北に、正源市がある。西には、片条半島先端部の東栄市が狭い美濃両海峡を隔てて位置しており、巨済島西部と巨済大橋、新巨済大橋で結ばれている。また、東北方に約 9km 隔てて、華徳島があり、巨華大橋で結ばれている。東南方向には、朝鮮海峡を隔てて、日本の対馬がある。巨済島、対馬間は、朝鮮海峡が最も狭まる海域の一つである。市の歴史的な中心は、西北沿岸部の、現市庁所在地、古県。東海岸の長生浦一帯は、植民地期には漁業によって、また、大韓民国成立後は、玉保に作られた、造船所によって、島内でいち早い発達を遂げてきた。市の人口も古県、長生浦の両地域に集中する。古来、巨済島は、日本と朝鮮との交通の要衝であった。市の公式サイトでは、三韓時代の弁韓の一国で、和と境を接すと記された砺寺国を歴史的淵源に求めている。もっとも、砺寺国の否定地には、諸説あり、巨済島とする説は、定説ではない。この島には、新羅時代に、巨済郡という名の行政機関が置かれるようになった。高麗時代、元寇に先立つ1267年、モンゴルの使臣、殷公、黒的が、巨済島から日本への回路の険しさを見、太陽万里、風等の天を蹴ると報告している。1275年の弘安の役では、合浦を出港した東路軍の軍船が、巨済島で半月ほど停泊した。15世紀には、倭寇の侵入が相次いだため、住民を半島本土に避難させる、空島政策が一時的に取られた。古県城、慶龍楼16世紀末の文録、慶長の役では、巨済島は日本軍の拠点となり、諸将が島内に和城を築いた。文録の役の名目上の大将である、豊臣秀勝はこの島で病死している。付近の海上では、玉保海戦、巨済島海戦、関山島海戦が戦われた。近代に入ると、1889年に、日本朝鮮両国通領規則が結ばれ、東岸の長生浦や久女らなどに、日本人漁民が移住した。長生浦の湾口にあった、通称、入佐村は大規模な移住漁村であった。1900年、ロシア帝国は、巨済島を咀嚼する意があるとの風説を打ち消すためとして、大韓帝国に対し、巨済島不咀嚼に関する露韓条約を結び、ロシア及び第三国への巨済島の咀嚼を禁止させた。韓国併合後の1914年に行われた地方行政区画の再編により、巨済郡は廃止され、東栄郡に編入される。朝鮮戦争が勃発すると、島は後方基地となり、兵士の訓練所や避難民収容施設が設置された。島内にはアメリカ軍が設置した巨済島捕虜収容所があり、1952年5月7日の巨済島事件では共産主義者による暴動の舞台となった。戦争中の1951年に軍の再設置に関する法律が公布され、1953年に巨済郡が再設置された。1970年代に2つの大きな造船所が設けられ、巨済は造船の島として発展を遂げる。1989年には、長生浦友が先んじて、市制を施行して、巨済郡を離脱するが、1995年に、長生浦市と巨済郡が合併し、巨済市となった。巨済市巨済郡再設置後の複合形態市で、10道9面からなる。洞は、東部の旧長生浦市区域と西北部の旧、新県有区域に置かれている。市庁舎は古県道に位置する。市庁は、県民しのぎ。サムスン重工業の造船所。居斎は造船の島である。主産業は造船業と漁業。市の魚として、タラが挙げられている。1970年代に建設された2つの造船所、西北岸の古県にあるサムスン重工業居斎造船所と、東岸の玉浦にある大宇造船海洋居斎造船所が、市の経済を支えている。造船所の従業員は2007年時点で人口の 24% を占め、造船王国と称されている他。造船業が好況であった2014年前半には、市内の失業率が 0.4% まで低下するなど景気が良い状況にあったが、その後の造船不況で、市内の産業は軒並み低迷。2018年後半の市内の失業率は 7% へ上昇した。西側の片条半島、東栄市とは、居斎大橋、新居斎大橋で結ばれている。長庄浦、玉浦、釜山間に1日24往復の高速旅客船があるなど、沈海湾内、釜山方面への海上交通が発達している。2010年には、加徳島との間に、許可大橋が開通し、それまで約3時間かかっていた、釜山までの陸上交通が1時間以内に短縮された。加助島東海岸の中京港。古県湾の対岸左側は七川島、右側は居斎島のうぐいす山、利島ボタニア関連水道一帯では、牡蠣養殖が盛んに行われており、牡蠣料理は居斎の名物となっている。公式サイトによると、以下の都市を姉妹血縁都市としている。韓国国内、韓国国外。ありがとうございます。